ノルト税の店舗ノルト税はドイツに本拠地を置く魚介類専門のレストランチェーンである。魚介類を素材としたサラダやサンドイッチ、フライなどが主なメニューとなっている。ドイツやスイス、オーストリアなどドイツ国内にとどまらず近隣国各地にもチェーン展開を行っている。また近年ではチェコへも進出している。赤い魚の白抜きロゴマークが目印となっている。 空港や鉄道駅構内にも広く展開している。ノルト税は1896年4月23日にブレーメンでブレーメンの選手グループの人物美ンエイドルフ、フリードリヒラが中心となり、商人団体などともに内陸部にも北海で獲れた魚を素早く提供できることを目的に専門商社として設立された。同じ年にノルト税初のレストランも誕生している。 時と共に、ノルト勢は、ドイツ最大の漁船団のうちの一つになった。しかしながら、第一次世界大戦の終わりまでには、多くの船は、沈むか、取り上げられるなどされてしまった。第二次世界大戦後は、レストラン事業の拡大を開始することになった。ますます、多くのレストランが展開されるようになった。1950年代の終わりに、 ドレスナー銀行とユニリーバが関わるようになる。1960年代中頃になると、ファーストフードの概念が取り入れられ最初の店舗がダルムシュタットに開業する。1997年に持ち株会社化される。2007年春以降は、アラブ首長国連邦のドバイに支社を開設し、中東で150以上のレストランを展開する予定。2006年現在、 本社はドイツブレーマーハーフェンにあり、6000名の従業員とドイツ国内に361店舗、国外に56店舗を展開している。売上高は3億6900万ユーロである。ありがとうございます。